こんなんさ、うまくないわけがないじゃないですか。これがね、最高にうまいんすよ。どうも、ろくでなしです。ということで、今回はな、ろくでなしの僕が作る、どうしよう、これ作ったら俺終わる気がする、あまりにも酒が進みすぎてっていうぐらいうまいエビギョッサルです。エビギョッサルって皆さん知ってますか？新大久保あたりでね、結構流行ってるらしいんですよ。エビをギョッサルするやつです。これ非常に美味しいということでですね、鉄板とか溶けたチーズソースとか作ったりするのが結構手間だったりするんで、今回僕の一番美味しいと思ったエビギョッサル、この作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料ね、簡単です、これ。エビ、まあ、9尾ぐらい。殻付きでね、180g が 170g ぐらいの、ものをですね、用意してください。で、今回ね、豚肉が 180g 用意しました。これもしかしたら足んないかもしれない。余るかもしれないですけども。まず、これ、エビ1本を包むのに、豚バラね、まあ、これぐらいの長さの方が1枚あれば、1本包めますんで。これが、多分、フルの長さの半分ぐらいの長さだと思います。で、あと、バター。はい、あとはね、調味料概要欄に書いてありますんで、練乳だけ用意してください。はい、言うてね、もうね、飲んでるんすよね。酔ってはいます、酔ってはいるんですけども、酔ってて何が悪いんですかね。酔ってても別に悪くないんすよね。チャミスル、チャミスル、チャミチャオ、チャミチャオ、チャミチャオ、よいしょ、はい、乾杯。よしゃい、つまみ、早くつまもう、つまもう。まずですね、エビ剥いてください。エビをムキムキしてください。生のね、エビの方がね、エビギョプサルは美味しいです。いや、生のエビって殻付きのエビね。で、殻付きのエビはこうやってヒュッとここ引っ張るとね、この尾肉ね、尻尾の肉が取れるんでね、これ非常に重要でございます。はい、これ全部やっていく。はい、今回キュービーやりますけども、別にキュービーじゃなくても全然、何尾でも大丈夫です。引っ張られてるとね、認識できてる時点では酔っ払ってないんで、だからまだ大丈夫だと思います。本当に酔っ払ってるやつはね、酔っ払ってることすら感じないんですよ。なんでまだ僕は大丈夫です。10尾ぐらいあるわ。10尾やっちゃう。ちなみに、今スタッフ全員飲んでます。僕ん家のね、近くのスーパーで一番安いのがこのバナメイビなんで、バナメイビ買ってきてます。ちょっと柔らかめなんですね、バナメイってね。ブラックタイガーだとすっごいプリプリなんですけども、噛み応えっていうのは豚バラがね、補ってくれるんですよ。なんで、できればバナメイがいいです。僕のは解凍してあるエビをスーパーで買ってるんですけども、冷凍したやつを解凍したやつも大丈夫です。あ、そう、生放送この間ね、サブサブチャンネルでやったら思いのほか好評で、ただ飲んでるだけだったんでね、飲んでるだけなのにあんなに来るのはね。この殻はね、パリッと揚げて味塩コショウ振るとすげえ美味しいつまみになるんで、スープも取れますんでね、これね。背ワタと腹ワタ、両方あるんですよ。で、腹ワタはね、取ってもいいんだけど、腹ワタはね、正直ね、そんな取んなくてもあんまり気にならないです。一番厄介なのは背ワタ。背ワタはね、かなりね、ジャリッと言うんで、背ワタは最低でも取ってください。腹ワタここにね、黒いのあるでしょ、ここピュッとやると取れます。背ワタはこうやって用紙をこうやって突き刺して、で、引っ張るとすぐ取れますから、これがね、一番楽。これがこんな感じね。これが一番楽です。そうこうやって、これがね、一番楽ね。エビって筋肉質なんで丸まるんですよ、こうやって。で、それを防ぐのはこうやってね、腹の部分でほぐすんですよ。ラーメンマンみたいな、わかります？キャメルクラッチ、キャメルクラッチをしてもらうんですよね。そうするとまっすぐになる。エビにキャメルクラッチをするのが大切ですね。そうすると綺麗に仕上がります。普通に巻くだけでいいです。僕んとこにスーパーに売ってる豚バラがね、ほんとね、これエビ巻く用なんじゃねえかってぐらいエビにね、ジャストフィットするんですよ。魚介と肉を食べるとかありえないっていう方いらっしゃると思うんですけども、これはね、中華でよくある技法なんですね。うまみっていうのを豚バラで保管して、食感をエビでつけるという、意外と理にかなったやり方なんで、こんな感じで豚バラをね、巻きつけていく。豚バラ巻きゃね、なんとなくうまいっすから。流行りもね、取り入れるっていうのは大事ですね、料理研究家として。全部できました。
これぐらい余ったから 120g ぐらいでよかったかもしれない。じゃあですね、タレ作っていきます。このタレが一番の肝です。エビマヨのタレです。だいたいね、マヨネーズ大さじ2杯、これぐらいかな。はいね、ケチャップね大さじ半分で、同量の練乳、これ、ね、練乳これぐらい、これエビマヨのタレなんですね。硬いんですよね、ソースね。これソース硬いんで、あお酒大丈夫な方だけで結構です。はい、このあの酒大さじ、あ小さじ1杯、アルコール飛ばしないんでアルコール入ってるんで、お酒大丈夫な方は入れてください。お酒が食べない方はレンチンでちょっとアルコール飛ばすといいですね。酒の香りと旨味が加わって非常に美味しいです。アルコールが苦手な方は入れなくても大丈夫です。水でもいいですよ。そうするとね、こういうとろっとしたソースになる。じゃあね、すいません、エビに塩振るの忘れたんで、これね、味塩コショウ振ってください。味塩コショウってね、皆さんね、何が入ってるか分かりますか？味塩コショウって塩とコショウだけじゃないんですよ。味のこと入ってるんで。で、これがですね、旨味をつけてくるんで、味塩コショウが一番うまいです。はい、両面に振ってください。ソースもあるんで、あんまり強く振ってしまうと、しょっぱしょっぱしょっぱになっちゃうんで。しょっぱまになっちゃうんでね。軽くこんな感じで振ってください。はい、じゃあそれではね、焼いていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。まずね、バターです。バターをね、バターっと入れます。今回チーズ使わないんで、バターで炒めるとね、すごく香りがつきますんで。で、温めます。はい、中のエビっていうのはこれね、あんまりエビって火通すと硬くなってしまうんで、これがね、一番ベスト。巻き終わりの部分をね、下にしてください。そうするとね、巻き終わりがくっつくんで、ね、焦げ目がね、結構ね、すぐついてくるんですよ。焦げ目がついたら、ひっくり返してあげましょう。で、このね、バターのいい香りとね、このエビの、炒まった香り、エビとバラのね、炒まった香り、ほら、こんなんさ、うまくないわけがないじゃないですか。全体を焼く感じですね。エビはね、割と早く火が通るんで、もうね、全体がね、こういう感じで、焦げたら、焦げ目ついたら、もう火止めちゃっていいです。これね、余熱で火通ってくるんでね。はい。エビチリソース、はい、用意しました。まあ、でも、10尾全部乗んない、皿ちっちゃいんでね、全部10尾乗んないかもしれないですけども、こんな感じで、形のいいやつからね。ちょっと。ほほほ、うまそう。ほら、うまそうでしょ。これがね、最高にうまいんすよ。ほらほら、どうですか。ちょっとね、ちょっとね、黒胡椒添えましょうか。これパラパラっと、パラパラっとエビの方にかけましょうか。こっちにはね、パセリを、はい、エビギョプサル単体です。それではできましたので、いただきたいと思います。立てます。いただきます。あーくーうまっ。びっくりするぞみんな。外はめちゃくちゃ脂身の乗ったバラがカリッと焼けてるじゃないですか。中はエビがプリッとしてるんですよ。ソースの敵がやばい。これやるとね、もうさらに酒の化身になる。うますぎる。なかなかこんなうまい料理ない。塩をね、一つまみ入れるんだ。てつや頑張れ。よしうめえ。バナメイでも十分なんだね。バナメイの方が俺うまいと、うん、豚が弾力あるから。ブラックタイガーだと弾力プラス弾力になるから、うん、コントラストがつかないんだよね、うん、これソースタバスコ合うよね多分。なんかちょっと、うん、いただきます。タバスコかけた方が好きだね。いやすごいね、最高にうまいです、うん、もしもうちょっとこってりいきたいなって方はチーズかけてね、あらかなんかで焦がしてもらうと、うん、もう韓国料理屋さん。俺もタバスコつけた方が好き。ということで皆さん、めちゃくちゃうまいんで、すぐできるんで、ぜひ皆さん試してみてください。福島君、スマブラできるの？
あでもそんなガッツリやってないですね僕は。本当友達ん家遊びに行ったぐらいです。行った時にやったぐらい。じゃあ何なの。あ、これじゃ一番勝負すごい撮影ができた。やばすぎる。あんま撮影してると思ってなかった。遊んでるから。遊んでるじゃん。撮影が一番遊びだね。おー